西洋の最新式大砲であるアームストロング砲を日本人だけの手で完成させたと言われて、すごいよね。素晴らしいですね。日本はそれを作りさせる教養とか知識があったんですよね。皆さんまた百田さんがこの話になると泣くんです。はい、皆さんこんにちは、YouTuber は日本国旗、著者の百田直樹先生です。そして、はい、編集者の有本香織です。自分で先生って言っちゃいけないんですよ、はい、そうですか、先生言ってください、はい、自分で言いませんから、はい、はい、先生自分でははい、ご自身では先生とおっしゃらないでください。わかりました、はい、はい、そうします、はい、はい、今日はどんなお話、はい、いよいよですね、もう幕末も風雲急を告げてですね、はい、いよいよこう倒幕運動が日本に起こっていく話をしたいんですが、うん、実はここでね、うん、皆さんのイメージはちょっと違うんちゃうかなというところありまして、はい、というのは私たちよく教科書で習ったのはですね、うん、明治になってから日本は突然近代化したと、はい、で江戸時代はすごく遅れてたというね、うん、まるでこのここから急にドーンとなったと思いますが、はい、実はもう幕末の頃からもう近代化が進んでたんですよ、はい、だから明治になって飛んでいったらね、もうすでに幕末からグワーッと行ってて、明治はその後スッと続いただけなんですよね。なるほど。でこれ意外に、うん、多くの人が知らないことですね、はい、幕末の頃に3つの藩が独自に自力で蒸気船を作ってるんですよ。そうなんですよね。これすごいことですよ。これはびっくりしますよね、はい、まあその一つがですね、はい、佐賀藩の鍋島家です、はいはい、この鍋島直政というのはですね、すごく若くして15歳ぐらいで家督を継いだんですが、はいはい、それで鍋島直政が家督を継いだ後ですね、また10代ですよ、いや近代化しないと立法は遅れると、うん、そういう意識があったんですね。ちょっと直島の話を、ね、いただきましょうか、はい、日本国旗下巻17ページ、うん、文政13年1830年、15歳の若さで藩主となった直政、鍋島直政、1830年ということですね、はい、ペリーの黒船が来る23年前です。はい、そうですね、はい、この時佐賀藩主の鍋島直政15歳ですね。まず破綻していた財政を立て直すため役人の人数を5分の1に削減し、磁器、お茶、石炭などの産業振興に力を注ぎ、農民には小作料の支払いを免除して農村を復興させました。また教育予算を拡大し、さらに藩校、講道館ですね、かの有名な、はい、を拡充させ、藩の改革の担い手となる人材を育成しました。そして出自に関わらず有能なものを積極的に登用したんです。要するに家老の子やとか、はい、いわゆる足柄の子と関係なくて、その中で優秀なものをどんどん引き上げていくというね、はい、能力主義を、はい、そうですね、うん、直政のすごいところはそれだけではありません。嘉永3年1850年、鋳物や鍛冶職人ですね、うん、の優れた職人を集め反射炉を作ったのです。反射炉とは耐火レンガを積み上げた塔の内部で燃料を燃やして銑鉄を高温で溶かし、うん、それを鋳型に流し込んで大砲を作る施設です。大砲っていうのはね、普通の弱い鉄ではダメなんですよ、はい、すぐ圧力かかってボーンと弾を撃ちますよね、うん、はい、だからその大砲を作るその筒、これはものすごい強い鉄なんだから、はい、この強い鉄を包むのは、うん、もう超高温で鉄を熱しないとできないと、ね、はい、だからそれまで日本にはそういう能力なかったんですよ、はい、はい、まあ、これがなければそうした強い鉄を作ることはできません、うん、何度も失敗を繰り返し、担当の家老は切腹を申し出ましたが、直政はそれを押しとどめ、成功するまでやり抜くようにと命じました。そして苦労の末、ついに西洋の最新式大砲であるアームストロング砲を日本人だけの手で完成させたと言われて、すごいよね。素晴らしいですね。だからね、日本はそれを作りさせる、教養とか知識があったんですよね。皆さんまた百田さんがこの話になると泣くんです。いや本当感動しません、うん、本当ですよね、うん、はい、で、まあ、この時にですね、さらに嘉永5年、うん、1852年、黒船来航の前年ですけれども、うん、直政は独自に理化学の研究と実験をする施設である精錬型を設置し、うん、はい、すごいね、はい、ランジョ、ランジョというのはまあオランダの書物ですね、はい、それを研究させて、うん、火薬、弾丸、ガラス、石炭、石鹸、
写真機などまで作っている。すごいよね、はい、またペリーの黒船が来る前にね、はい、もうすでにそんなことやってたわけ。そうなんです、うん、この製錬型の事業には膨大な費用がかかり、うん、藩の重臣は経費削減のため廃止を主張しますが、うん、直政はそれを退けて研究開発を続けさせました、うん、でもこの直政というのは意外に日本史の中で知られてないけどね。そうですね、うん、すごい人物です、うん、すごい人物ですね、うん、これね、ですからいろいろ藩のその特性っていうか、うん、まあ、県民性みたいなものがあるんでしょうけど、うん、薩摩とか長州は、うん、まあどちらかというと上位だとか血気盛んで結構清掃に明け暮れていたんだけれども、うん、まあそういうのを尻目にね、うん、佐賀藩は着々とこう近代化への自助努力っていうんですかね、それをやってたんですね。そうそう、あの日本は、科学文明を取り入れて近代化に成功しないと西洋に越していけないということを、そうですね、すごい分かってた人だね、だから後のこの富国強兵とかね、うん、殖産興業とかっていうののこの方がですよね、うん、それを自力で作ってたっていうことですね、うん、もうちょっといきましょうか、はい、直政がこれほどの情熱を持って西洋の技術導入を図ったのには、彼が生まれる7年前、うん、文化5年1808年のフェートン号事件が理由ではないかと私は百田さんは考えています。あのフェートン号事件ね、はい、これ、まあ、何回か前にこの事件を やりましたけど、はい、番組で、はい、これはもう日本にとって屈辱的な事件で ね、あのイギリスの船がオランダ船やと嘘ついて、うん、勝手にその長崎港にやってきて、はい、でそこで急にオランダの商会長を人質にして、はい、そして日本に、薪とか水とか食料とかみんな持ってこいと、うん、持ってけへんかったら日本の船全部まあ撃沈するわってむちゃくちゃにしたよ ね、 そうですね。ほんでその時の長崎奉行は怒って、うん、こっそ長崎奉行を警護してた、はい、あの佐賀藩、佐賀藩ですよ、まさに、はい、佐賀藩がその長崎港を警護してたんですね。で佐賀藩に行くと、よっあのイギリスへみんなあっちけてこい、もうダウンしてこい、うん、もう何やったら沈めてこい、言ったら、だからその佐賀藩の、侍たちは、え、あの長いことそんなこと起こ戦争とか起こってなかったんで兵員を9割減らしてまして9割減らしてたんですよ。たった1割しかいなかった。たった1割しかいなかった。 わしらだけでは無理ですわ。取れな取れいうことで、しゃあない、ほんな隣の大村藩に寄ってこいって、で大村藩のさ侍たちがわーって来るのに時間かかりました、来た時にはすでにイギリス船は去ってました。その時にはもうだから長崎奉行はもう肉をやる、牛をやる、もうあの水をやる、もういろんなもんやって、ほんでイギリス軍は悠々と、あもうそれだけもらったらもう十分やって帰っていったと、はい、でその帰っていった後に佐賀藩ですよ、うん、9割減らした佐賀藩、申し訳ございません申し訳ございません、わしら腹切りますよって、何人もの家老が腹切って死んだんですよ。はい、まあ、これはですから鍋島家にとっては本当屈辱の歴史ですよね。そう、うん、でそれが直政の生まれる7年前、はい、当然直政はね生まれてからもですね、その話を絶対に聞かされたはずやね。そうでしょうね、えらいことになって思った、お前が生まれる7年前にこんなことがあって、藩としてはもう鍋島家とは面目丸つぶれやったと、あんな恥ずかしいことはなかったという話を絶対聞かされたはずやね、はい、でその時に幼い直政はこれはあかんと、イギリスに勝つには気力だけでは無理やなと、そういう西洋文明取り入れなあかんっていう、薩摩みたいな次元流だけでは無理っていうね、そういう意識があったと思うね、でまあ、近代的なこの科学技術が不可欠だとおそらく、まあ、直政は考えていたんでしょう、うん、それでですね慶応元年、うん、1865年、うん、佐賀藩はついに日本で初の実用蒸気船涼風丸を完成させていました。すごいね、すごいですね、これはだって実際の蒸気機関のそのメカニズムっていうんですか、構造なんか見たことないわけでしょ、うん、そうです、どうやって作ったの、うん、と思いますよね、まあ、実はその作った人物がいるんですけどね、はいはい、今日はここまでです。まあ、この番組、面白かったなと思う人は高評価、明日も見るでという人は、登録をよろしくお願いします。はい、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、失礼します。